信とあと笑顔があれば、まあ、どんな局面にあったとしても、まあ、あの絶望することがあったら迎えるんで俺はここに受かりに来てる。お前らは受験料を納めて落ちるかもしれないけど俺は受かりに来ている。そういう確保だけするのは絶対確保です自信満々の瀬戸君に自慢できることを聞いてみた。自慢、まあ俺という存在、自慢なんだ、自信、圧倒的勝利感圧倒的勝利感持ってんの、ええな。俺NASAに入りたいですよ。なんかいろいろ大変らしいですけど、 NASA に行って宇宙の最先端俺が行くみたいな。I am the frontier of I am the frontier of space。とにかくすごい自信の斉藤君ですが、こんな新入生が大嫌いだという東大生が。農学部4年の野口志郎君になぜ東大に入ったのか聞いてみると、なんで東大入ったんですか。世の中の偉そうにしてるやつの大半でやっぱり東大生なんだろうなと思って見ておきたいなと思って、ね入ってみてどうですか東大生。あクソみたいなばっかりです一番思うのは入学式の時とかにほら、あの将来に日本を背負っていきたいと思いますとか、東大入ったからにはみたいなことを言ってるのに、ついこの間まで高校生でお勉強しかしなかったのが、なんでそんなに偉そうに急にやれるのかなっていつも思ってますけどね。イカれる東大生野口くん、それってひょっとして、まあ俺という存在自慢、自信、まさに誰か圧倒的勝利感、まさにこういうタイプ。どう思いますか、だって実際に取材とかされてこういうのに未来の日本を担ってほしいとかお世辞にも言いたいと思うのいましたか俺夏に入りたい宇宙の最先端俺が行くみたいな、なんか入学してくれる理由とかも逆ですよね本当に高校で周りがみんな受けるからとか、まあ友達がみんな行くからって友達が行くからって話に負けたけどちょっと勘弁してほしいなと思うんですけど。スタジオで気が済む。